病棟の笑える1日、サプライズだらけのクリスマス大騒動。病棟ではクリスマス当日、朝から忙しい雰囲気が漂っていました。患者さんたちもどこかそわそわしている様子です。今日はクリスマスだぞ。何か特別なこと、ないのか？病院なんだからサンタさんが来るわけないでしょ。いや、宇宙人がサンタの格好してくるかもしれないぞ。子供患者さんの冗談に、周りの患者さんたちが思わず笑い出します。ナースステーションでは、看護師のユミさんが呆れた表情で話していました。凌介くん、患者さんたちが妙に盛り上がっているのよね。クリスマスってそんなに元気になるものかしら？退屈なんじゃないですかね。僕も何かサプライズをやりたいです。午後になると、廊下の奥から突然ホッホッホ、という声が響き渡りました。え？何この声？ホッホッホ。メリークリスマス。赤い衣装に白いひげをつけたサンタクロースが大きな袋を引きずりながら登場しました。患者さんたちは目を輝かせます。わあ、本物のサンタさんだ。いやいや、本物なわけないでしょ。でも誰なの？サンタさんは袋からプレゼントを取り出し始めました。君にはこれだ。渡されたのはナースキャップでした。ちょっと、これ看護師用じゃないですか。次に渡されたのは片方だけの大きな靴下。サンタさん、準備が雑すぎませんか？間違えたかな？子供患者さんがサンタさんのひげを引っ張ると、中から市長さんの顔が出てきました。やっぱりバレてしまいましたね。患者さんも看護師も大爆笑。市長さんは笑いながら言いました。今日は特別な日だから、笑いのない病棟なんてありえないでしょ。その頃、別の患者さんたちは、さらなるサプライズを計画していました。病棟全体を飾り付けて、夜勤の看護師さんたちを驚かせよう。点滴スタンドにリボンを巻きつけ、カーテンには電飾を飾りますが、トラブルが続出します。おい、この電飾、やけに点滅が激しいぞ。ツリーが倒れる。誰か支えて。サンタ棒が足りない。トナカイの角で代用する？凌介さんは飾り付けを手伝いながら慌てていました。ちょっと待ってください。これ、絶対ユミさんにバレますよ。さらに市長サンタが登場し、混乱はさらに増します。どうだ、この衣装、豪華だろう？いや、それ、どこから持ってきたんですか？市長さんが自慢げに袋を見せると、中には大量のマスクや手袋、ガーゼが入っていました。病棟を清潔に保つのが最高のプレゼントだ。これには患者さんも看護師も大爆笑。気づけば、病棟の廊下は、サンタやトナカイの姿に扮した患者さんでいっぱいでした。誰かが言い出します。サンタレースをやろう。廊下を一周して競争だ。点滴スタンドをソリに見立て、レースがスタート。廊下を走るサンタとトナカイ、そして看護師たちが大騒ぎで追いかけます。おい、角が引っかかって進まないぞ。曲がり角注意。急カーブだ。これ、転んだらどうするのよ。市長サンタも参加し、廊下はまるでクリスマスのカーニバルのようです。最終的には、ソリのデザイン審査まで始まり、患者さんも看護師も笑いが止まりませんでした。夜勤のユミさんが、最後に患者さんたちへ声をかけました。本当に、今年のクリスマスは特別でしたね。みんなの笑顔、最高でしたよ。患者さんたちも大きな声で答えます。来年もやろうぜ。もっと派手に。次はトナカイも本物を用意しないとな。市長サンタが締めくくるように言いました。どれだけ笑っても、罰金は取らないぞ。笑う病棟に吹く来たるだ。病棟全体に広がる笑い声と温かな雰囲気。クリスマスの夜は、みんなの笑顔とともに、静かに吹けていきました。